半ばだというのに、今日も暑くなりそうです。いいえ、そんな、この十二支の置物なんて可愛いです。でも卒業したら一人暮らしを始めたいと思って、だから今から貯金しておかないと。多分バッチリあります。だからお願いします。ご当主、偉い人ですね。わかりました、誓いを立てます。欠板状でも根性焼きでも何でも。そんな重大な秘密を知ってしまったなら仕方ないって思ってますから。ごめんなさい、違うんです。嫌って言ったのは、カバンをぶつけたのは痴漢と間違えちゃったからで。でもいいのかな、誘って。カナダちゃん、応援ってどんな時でも応援相手を信じ切らなきゃいけないんだって。信じる。うん、今回はカナダちゃんの応援だから。委員会の先輩の受け売りだけどね。またそうやって。アクア君は人とのコミュニケーションが大事っていう割に自分自身はすごく閉じてるよね。そういうところなんじゃないですか。だってアクア君が殺したいって思う人でしょ。多分それなりに理由があると思うんだ。正しい正しが、人間どもとの戦の最中、軍団長二人を書くのは世も望まぬ。かといってこのまま置くこともできぬ。これを探していたのであろう、アイクよ。世が望む世界をこの地に築く。そ、私ここで初めて役者になりたいって思ったんだ。改めまして、大鳥ココナです。一緒の舞台に立てるように頑張ろうね。さすが静香ちゃん、上手だね。いや、ちゃん、私もし今回合格できなくてもまたシリウス受ける。シルフォード辺境博、危ないところをお助けいただきありがとうございます。あの、なぜですか。今夜も一緒がいいですわ。怖いのでずっと一緒にいたいのです。会員様と少しでもお近くでと思っただけなのです。大丈夫、風花ちゃんにはすごい力があるもの。怖くて一人で泣いてたら風花ちゃんの声がして。お、何者なのかしら、そのリリカって子。なんだかんだ言っても千歳くん、風花ちゃんのことが心配なのね。風花ちゃん、関係あります。私があそこにいたからあなたは風邪をひいてしまった。放っておいて寝込まれても寝覚めが悪いので。そうですか、じゃあお粥を作っていますからそちらをどうぞ。何ですか、食べさせろって言うんですか。は、そんなサービスは受けたま。買い添えをお願いできますか。持っていきたい荷物もあるので。これ本当に平気ですか。すごく揺れてるんですが、死にませんか。それに今の私はアニス様の助手ですから、敬意は払わねばなりません。わからないというのが正直なところで。綺麗だなんて、お押し売りは結構ですからね。そこで焼いたんだ。戦士だから剣、槍、弓、何でも得意。すごい、どんな美味しそうな獲物が来ても大丈夫。食べろ。希望の部署に行けるとは限らない。みんな、ああ忘れちゃった。私平原日和、今日の晩ご飯なんだろうね。そうだ、二人で予想しようよ。うん、昨日は魚だったからね。えルカちゃんの予想は。私もずっとそうしてきてもらったから。あ、じゃあ代わりに私にお手伝いさせてください。何事も経験ですよ。あ、そうでした、これをお持ちしてたんです。お願いします。起きたの、ニャンコビックさん。リリーちゃんって言うんだ。山下くん知ってるんですか。ヌス、エリアルを連れて行ってあげてくれる。リタと赤ちゃんのところに、エリアルの帰る場所に。いっぱい一生懸命生きて。っていうかそれって泥棒だよね。文化泥棒。そこに UFO を集めてマリちゃんが一気にお掃除。オッケー。ある時は毒物マリちゃん、またある時は歌って踊れるアイドルの卵のマリちゃん。でもその実態は素敵なお洋服も作れちゃうマリちゃん。私たちが失った大切な何かをちゃんと持っている。
この世界の希望。でもスキロスを失えば彼らにとってはかなりの痛手になる。帝国が持っているヌースの船は全部で8つです。ファレナの破壊と罪人の末。すみません、すぐ終わりますんで。ニュー、いや1分だけ。好きなドラマに出てくる事務所ご利用しのアイドル以上に嫌いですけど。そうでした。自分が作ってるゲ、逆に人の感想を意識して無難に作ったゲームの方が評判はいいんですけど、それじゃあまり。大輔大丈夫かな。なんで私たちここにいるの。わからない。昔はジョエルのお父さんが雪だるまを一緒に作ってあげたみたいなんだけど、今はお父さんがそばにいないの。だから私たちが一緒にいてあげようよ。それにエウラだって一人で雪山の冷水風呂に浸かったりしてるし、暇でしょ。みんなで一緒に大きな雪だるまをつ。このうんちゃんに何かできることはあるか。乗ってくか。シートベルトは締めとけよ。このうんちゃんに何かできることはあるか。サクナメモワール、七具店です。七具店なのに私だけテロリストにやられちゃったから、汚名返上しなくちゃいけないんです。はい、ぜひテラコムリさんがよければ。部下の皆さんは私がそんなにしぶといね。少しは楽しめそうだ。なんだよ、わがままだな。こいつ冒険一方でしつこいんだよ。私は魔力を読み取るのが得意でさ、人が動いている時の体内の魔力の流れを記憶して動きを模倣できるんだよね。ダイアス、いい加減になさい。王家のものだからこそ示す礼儀があるでしょう。ゴルド王子様、彼は本当にレベル2なのですか。高度な自己強化魔法を使わないとあんな動きできないですよ。いい加減になさい。どこまで集体を晒すおつもりですか。おい、急いでる人も多くてなかなかもらってくれないですし。申し遅れました。侵略カフェデストロンのネルラと言います。系列は違いますけど、小さい店同士頑張りましょう。いろいろ揉めたり大変ですけど。確かに暴力はつきものですけど、メイドもそんな。16になったら結婚しなきゃいけないの。親が決めた相手と。わかる？結婚。結婚するって、私が私のママみたいになるってことよ。愛してない人と一緒になって生意気な子供を産むの。グーグーの話なんてしてたっけ。それより課長の方がキモいって、今朝もエロい目でじとーってさ。男寄ってこなそう。それウケる。てかカミラ超情報通じゃん。確かに物心ついた時にはすでに奴隷でした。生まれてすぐ売られたと聞いています。両親の顔すら知りません。なぜ呪われているのかも。のご主人様、どうでしょうか。私、ごめん、それ私が癖で作っちゃってたやつだ。私も仕掛けた罠の様子が気になるから見に行ってくるね。ダメ、神父様料理すごい下手なの。怖い。神父様すっごい意地悪なの。だから落ち込まなくていいからね。お兄ちゃんはわざと当たったんだよ。当たっても平気だから。美しい話でしょ。でもね、そういう、だから私は禁忌になりたかったんです。いいえ、母のことは好きでしたが、異世界人の純粋概念が危険だという教会の主張は理解できます。殺されてもやむを得。じゃあそこは天使が集まる遊園地の噂。そこに行けば、街で噂に出会ったら思い出してもらえるでしょ。魔法少女は普通に生きられる。はい、とりあえず教文は。それにお母さんとの思い出の場所。マリさん、これだよ。ナイスアイデア。消防来るの待ってたらみんな助からない。最後に帰ってくる場所があるから。そうなの。はい、マリさんのおかげなんですよ。急ぎタヒチまで来てください。本来こちらでどうにかすべき案件なのに、
橋場さんにお願いしてしまって。今先生のお宅の前に来ているんですが、伺ってもよろしいでしょうか。確かにこれは断りづらいですね。でもなんで30分前なんですか。さゆちゃん、お昼一緒していい？やっぱりさゆちゃんは横顔がかっこいいね。何よそれ。どうしてそんなにかっこいいの。さゆちゃん、前にバスケ部の男子に告白されて断ったことあったでしょ。それはさ、さゆちゃんはお顔、私は嫌だったのに、エキドナちゃんが甘やかせばいいって。エキドナちゃん、嘘は言ってないけど隠してることいっぱいだよ。か荒川乱造賞取れるといいですね。でも出社中に亀の世話してもらったり、助かってる部分も多いんですよ。寂しいよねお前たちも。あ、ひょっとして。ん？何？三つ男さんと一緒に暮らそうってことになったんです。初期設定を甘く見ちゃダメです。一時の受け狙いや気まぐれで初期設定をすると、後々のシリアスシーンで必ずしょっぱいことになります。デフォルト全裸や名前にあああああなど持ってのほか、育成ゲームは奉仕の精神、毎日いかに時間と愛とお金とこだわりをつぎ込むかで完成度に雲泥の差が出ます。男性エルネスタといえば、100年ほど前までは東欧では知らぬ者がいない、精錬の魔術師と呼ばれた一族。妹を通じて伝わってきた違和感、グランベルマに参加している以上、いずれ二人は戦うことになる。では作戦の詳細を書いたらまた連絡を入れます。聞く前に答えちゃうなんて、本当どうやってこっちのことを先読みしてるんだろう。これ単の夢だったものね。でも私はあなたが絶対留学するって宣言しなかったら国から出るなんて思いもしなかった。ついさっき導いてくれればいいって言ったのは誰だったかしら。そんなことない、愛してる、もう一度愛してるって言えるなんて思わなかった。本当に嬉しいの、パパ。